なんかな、湿気に行きとかいうブレイキングダウンの YouTube から飛んできたみたいなやつがおって、そいつがなんか上げ足ばっかり取ってくんねんか。で読んだら前50万上げるって言ってたんで、もらいに行きますとか言って来るとか言うて、そいつに人間がそんな編まないっていうことをもうとことん教えたろうと思って今呼び出してる。どんな感じで来るかも気になるし、こいつ顔出すんかも気になるし、ちょっとなやなや知るやつやと思うから、ちょっと人間的なことバシッと教えたるわ。ちょっといいですか、これちょっとあの元々の経緯をちょっと簡単に、ちょっと僕分かってないんで、彼がなんで来たのかっていうのをちょっと。まあなんか リプレイ誰かに50万やるから直接文句言いにくいって、でもポケニアさんがおっしゃってたので、まあ僕もちょっと買取不可の件でツイッターでよく見たので気になったので、まあ直接文句言いに来ました。まあお土産も着きました。え、名前湿気ニキでいいやんな。あ、まあ大丈夫、湿気ニキちゃんが牛乳持ってきてくれたって。マジで？うん、とってもピリピリしてる。そんなんもう持ってこられたら全然対抗意識なくなるやん。いや戦っていく気持ちなくなるやろ。あ、ありますよ。ある？何が言いたいんだよ、ほんなら。いや、湿気で買い取り不可って何なんですか？湿気見たことないか？いや、金融機器のケースってあるじゃないですか。うん、あれ湿気入らないんで。いや、それが入ってくるんだよ。郵送してる。いや、湿気って中から入るってことですか？湿気が残んねん。店内見たことない。お前、どれくらい持ってるんですか？今は持ってないです。持ってないよ。だから分かれへん。自分で出してないから。だから、なんかあれは PSA、湿気とかあれを出てるケースなんで中に入る。だから空港で何年、そうやってアメリカから来るとき、それはちゃんと詳しいやつ言うてんねん。だからそれは自分で出してるやつ、問い合わせた人がいるんで、 X の店でそういうなんか PSA に問い合わせた人が、うん、そいつ言ってるだけやる。多分じゃあ本当は入るんですか？うん、そういうやつなんですか？俺らなんか直出しでもともと5月までずっとやってたから。 PSA の買取とかって何なんですか？湿気の買取とか。だからそれがあったらお前 PSA 買うたことある価値もない。いや、ありますよ。持ってますよ。何持ってんの？ほんとにミミクのピカチュウとか、ピカチュウ好きなんで、ああ、コレクションで持ってるんで。ええの持ってるやん。え、でもそのなんで買取とかって書かないんですか？もともとな、 PSA ってな、価値あるもんやねん。だからな、珍しい商品の価値がある PSA、 鑑定された商品やから、これが PSA いうとこもあんねん。ただな、5000枚も1枚もあるやつな、お前同じ商品が何枚もそこら中にあるやつな、はい、いらないですね、そうやろ、はい、だから俺はそういうこと言ってる。だからそれで、ほんなお前負荷って書いたら、お前が持ってるやつの PSA も全部価値悪いなと思うぞ。あ、別の意味で、僕好きなんで。え？ただそれが、はい、それで盛り上がりをかけることもあるから、はい、俺は書いてない。それはうちの基準やからな。全世界の基準ちゃうん。だから X であんなは。で、お前ほんで、お前は俺の店に持ってきたんか、はい、持ってきてないです。ほんなら何でお前人の店のこと買ってんの？行きたくないんで、ちゃうか。売りたくないんで、僕大好きなんで。あ、売りたくないな、はい、うん、でもそうやって騒がれてるから湿気って入ってこないんだよ、ケースにって聞いてたからやろ。だから反論してきたやろ、はい、うん、ただほんまにこれは入んねん、はい、今度また画像送ったるから、まあ、頼みます。そう、ほんでそれを俺がな、こうやって言うてもうて、それを基準にしてもうて、周りも真似しよりやん。真似はしないです。するやんけ、お前 10% 減ってお前周りも言ってるやろ。あれ俺が決めてん。白掛けプラスはね、ケース最大20ですからね。いやだから全部が 10% よ、もともとは、はい、それをおくちゃとかでな、勘違いしたやつがガチャガチャ言うてんねん。ほんなら俺らな、店来た人はな、みんなありがとうございます、ポケギャンさんのおかげです言うてきよ、はい、いい店って知ってますよ、すごい。でもなんか知ってますよ、ええ店って。うん、あれもなんか知ってってわけわからんこと言うから、みんな混乱してるんですよ。だから混乱を避けるために俺はあんまり大雑把にしてない。うちは買い取れませんよ。いや、混乱なくるんですよ。誰が混乱してんねん。いや、ええ。そいつらコレクターちゃうやろ。ただのバイヤーやろ。はい、わかんないですけど。お兄ちゃんは、しっけちゃんは、はい、コレクターや、はい。古きないから。ただ、お前な、ほんまに50万、60万、100万のカードあれやろ。はい、お前これが綺麗なやつと、まあ、センタリングとかそんな点やったら気にせえへんぞ、はい。まあ一応見るやろ。はい、裏も欠けてるから、まあ見るやろ。はい、でそれで中に反転あってな、気になるとこに反転の湿気って言うんですか、はい、ちゃうとカードについてるんちゃうと、ケースについてるんでしょ、はい、それが自分の好きなカードの顔にあったらどうする、はい、いやもう、いや
でも綺麗ねって言ったら交換したらいいか。まあでもあんま気にしないですよ。あ、でもそういうタイプも俺もあんまり元々は気にせえへん。ただこれ商売としてやってるから、はい、やっぱりお客さんが求めるものを集めないとダメ。いやいや、でも買い取ってくださいよ。いや、それやったらお前めっちゃ価値落ちるぞ。思ったか。うん、それやったら PSA を手放したりとか、はい、何やねん PSA って名の人がおるから、はい、俺は嫌やから書けへんの。でもそういう人にこれあるけどこれは出し直してレビュー出したらもう一回綺麗に返ってくるんちゃうかっていう個人個人に意見してる。別に欲しかったら買うし、お客さんが求めてるもんやったら店でも買う。ただ自分らが買うってなった時、お客さんから広告はでも何個かで何ですか。 10% 減だったから。でもそうなんだ。そう、でも白掛けある。なんでそれ 10% 減するか分かるか。まあ皆さんいらないからね。いらないからじゃない、気になって、はい、やっぱ売る時のことも気にする人もおるし、ってなった時に、ほんなら 10% 減で買ったやつは 10% 安く売ってあげるの、はい、ほんなら予算の都合があるやろ、はい、自分も、はい、だから自分の好きなカードが 10% 減ってなった時に 10% 減でも欲しいカードってあるやん、はい、別に白掛けなの気にせえへんから、はい、その自分の好きなカードの BSA を欲しいっていう時あるやろ、はい、それは買うやんっていうお客さんにも、それはあ 10% 減で取ってんもんなっていうベースを作れるやん、はい、それがお前どこの店持って行ってもな 30% や半分の値段つけられたりな、はい、ほんなら410万で買書いてる四つ葉会いうとこあるやろ、はい、頑張りで持っていったら180万で査定されんねんぞ、はい、ほんだどうやってお前それ査定されたんやいう話、はい、でもこれで俺は自分で持っていったわけちゃうから、それを別に騒げ。全部それ見たのだから、全部すでに見た通りの話を鵜呑みにするから、やったら自分で経験者をバシッと喋らない。それが絶対一番いい。それで発言していったら、なんかこういやほんまに自分がそうやったからムカついてとか言ってなるやん。でもうちら1000万以上毎日買い取りしてる。それは分かってます、見てます、続きにしてるんですよね。だからもうこれ持ってきたんですよ。もう DM 持ってもってカルシウムが足らんと思ったから。しっけちゃんは、はい、もう今いらっしゃるのは僕のものに飛び込んでくださいよ。もうなかなか優しいやつやな。はい、謎止めてあげるんで。それで来てくれたのか。お前どっから来たい、はい、嘘やろ。はい、あとで行政止めてるんで。めっちゃ優しいんか、はい、そのカルシウムでちょっとガリガリしてピリピリしてるの抑えに来てくれたんか、はい、お前、はい、やっぱでちょっと気になることを聞きに来て来ようとしたんか、はい、書いたらいいなんですか、はい、あかんねんと。それは卑怯もんちゃうねん。それはな、卑怯ちゃうねん。いろんな考えた上、お前も商売したら分かるわ。5億も6億も突っ込んどってな。分かりますよ、それは。いや分かれへんねん、ほんならほんまに突っ込んだら分かるから。書いたらええやん、書いたらええやん、ちゃうねん。書いたらむちゃくちゃになるやろって。俺の真似しようねん、みんな。ん、誰が支えてんの、ほんなら。 PSA サポちゃんを支えてるって言いたいんですか。え、じゃないか。誰がほんだ買うてんねん。誰がほんだお前それ買うたってんねん、買い取りで。誰が満額買ってくれんねん、金額出しちゃうの。ジャニちゃんじゃないですか。え、お前それ腹割って俺ずっとやってんねん、お前これ。ああ、自分で経験したことやりたい。でも他人から話聞いた X の名前 X ラージ来てるけど、 X のことでそんなんしょってあかんねん。人の話でそうやって言ったらあかん。自分の話でこうやってこうやってこう、じゃあここで減点がありました、こうでしたっていうのを言ったり、ただ Twitter とかこういう X とかな、民度の層低いって言われるのはな、人の話でごちゃごちゃ言うねん。これが知ってるか説明してるんですか。してるやん。だから買い取り不可や。それでお前 30% 減やったら理由とちゃうやんけ。俺お前この間電話でもそれ言うたぞ、違う人間に。それはお客さんがな、ほんだらお前エクバリーリエで800万ですと言うて、顔に斑点あって BSA のケースに斑点あるやつ800万で買うと思うか。クリニックの斑点ってあれ、そうそうですね、50秒とかしないと分からない。いやいや、ちゃんと見える感じで、それと綺麗なやつあったらどっち選ぶねん。ルーペ見なくても、ルーペ見なくても分かるよ。お前な、 BSA の枚数もうちょっと見て、あんまり、まあ、触れ合うことないから普通に生活しとったら見てないと思うけど、俺らなんか PSA なんか毎日5000枚とかな、いろんな自分なのでも見るやんけ。ほんだら嘘やろみたいなのもあんねん。それが自分の好きなカードにあったらな、やっぱそれはなんやこれってなるやん。でもレビュー出してもう一回綺麗にしてくれんねやったらな、それでええけど、じゃあそれを誰が買うねんいう話やん。そうだから買い取り不可やねん。売れへん商品をなんで俺が買わなあかんねん、同じ店でもいう話やん。でも欲しい、綺麗な商品やったら欲しいです。うわ、ここで買えてよかったです、ありがとうございます。これが商売やろ、はい、気になるカードをその値段で買いました言うて、はい、気に入らないんですけど
妥協しました、なんかイエーイこれ紹介しとって、はい、それやったら買う人売る人の気持ちとかいろんな考えるやろ、はい、それで俺は買い取り付加してんの。売りたい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 やったらちゃんとした売りたい綺麗なもん持ってこんかいと、ちゃんとせえよって綺麗に座れとったらレビュー出してちゃんと拭いて袋入れて綺麗に磨いてから売れよって、はい、お前ほんとエルメス あのバーキン持ってきた時に汚いまま持ってくんのと磨いてくんのと、貴金属扱っとったら入り口からどんなお客さんが持ってきたいうのがその人見て判断するっていうのもこれはノウハウやからな、はい、だから誰から買うかや誰に売るかや、それを徹底しとったらそんなもんお前気になる、自分がコレクターで気にならんかったら気にならん、でも店としてお客さんが何を選んでる何を望んでるかそれは絶対いる。買取不可っていうのはもう価値が落ちてもう暴落するから、違う違う暴落するからじゃなくてやっぱ綺麗なやつと見比べた時に誰が欲しいねんっていう話。ほんだらもしいつも言うけどな、ヴィトンで財布買います、彼女おる、今いてない、ほんだら好きな人お母さんとかにな財布買います言って誕生日にな、ほんだら湿気ミキが買いました頑張った仕事のお金で、じゃあその財布をお母さんにプレゼントしとった時に、はい、糸ほつれとったらどうする、ちょっとだけ嫌やろ、はい、だからそういうのが俺は中古の商品扱う人間として、はい、あったら嫌やから説明できるレベルのとこでしかやれへん、僕は買い取りかもっていうそれだけなんだ、うん、でも買いたらむちゃくちゃなるかもしらんから、まあ、別にほんまのことやから書くよ別に、それはいらんから、違いますけど買い取りだからなんか卑怯に見えるのかとか、卑怯、はい、お前そんなことあれへんの、いろんなもの考えて、はい、卑怯やったら買えへんで、よその店どないやねん、ほんま全部回るか今、え、ほんで分かってから物言うやん、はい、な誰がお前一番やってるか考えろ、はい、で人の話でわー言うの、自分で起きたことでわーわー言うの、ほんまに、はい、それはお前人間として間違いなく必要やから、分かった、俺もやってきてんねん苦労して、はい、なお前同じ人間やろ、平等やんけちゃう、絶対そうやねん、だから若いのに知り合った人とか、まだ俺もそんな若い頃そんなんやっとったし、そういうもんで環境で変わるから、言いたいこと、こんなもうガッツあるし行動力あるから、絶対いけるから、うん、ちょっと人生をもっと楽しむようにできる、うん、ちょっと俺も書いとこうから、ちゃんとな、うん、嘘はつけへんから、だから何でも問い合わせしてみたいから、でも、もう動きは取りな、もう絶対やめとき、自分のために。いや、もうあの後、本当に持ってきます。ほんま、そのためだけに来たんだ、でも一回な、また送ったるわ、なんかお前本若かなんかで DM してこいよ、はい、ほんだらちゃんとこれがこんなん気になるやつあんねんけどこれどう思うしっけ言うて聞いてるから、はい、こんなん嫌やろ、はい、そういうこと言うてんの、はい、頑張れ、ガッツあるし体つきもええし、はい、もったいない、でめっちゃ怖いよそのお前、これしかなかったの、何で使ってんのお前それ、なんか5年前ぐらいのハロウィンで使って5年前のハロウィンで使って、そんなんでお前悪い仕事したらあかんで、はい、してないで、絶対したらあかんで、人をあの弱い者いじめする仕事とか、いい、ね、うん、強盗とか絶対したらあかんで、はい、ほんまにそういうの流行ってるけど、はい、絶対まっすぐ生きとったら人間なんかええことめっちゃ起きるから、はい、なんかあったら言うや、はい、なんかこんなんこんなんであったんですけどどう思いますかとか言って、なんか参考になること言えるかもしれんから、はい、また機会やったらいつも言うやん、はい、しっかりしてると思う、頑張り、はい、俺も頑張った、はい、もっとポケモンのカードをな、はい、いろんな広げていけたり、いろんな人に知ってもらえるようにな、はい、そうやな、だからそういうのも真剣に見てくれてるし、はい、そうやって言う証拠やと思うから、はい、ほんまにありがとう、逆にわざわざ、ほんだら最後頑張って、ありがとうございます。